ワンインチチャンネル。はい、今日はなぜこんだけ座って先生はジャケットを着てるかというと、はい、ワンインチサロンの方で、はい、今日は初のオフ会をするという、オフ会です、はい、サロンはもうファミリーですからね、はい、オフ会で、まあ、あのサロンで、G 君堂を先生が教えているので、はいはい、そこでちょっと皆さんが疑問に思ってることとかを、うんうん、あの聞いたりするこの集まりなんですけれども、そういう時間を設けようということで、場所六本木です。六本木の、はい、ギラついてますから DMM、まあ、DMM 本社です。はい、イケイケですからね。イケイケ我々は、イケイケサロンメンバーも含めてイケイケなんです。イケイケで、はい、六本木集合。そうっす、六本木解散、はい、かっこいいな、はい、はい、で今からそのサロンでの方たちが来るんですけど、はい、先生でこのね YouTube の方で我々がこのワンイチサロンでどういうことをやってるかっていうのを見てもらって、うん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 、こういうことをやってるサロンなんだっていう紹介も兼ねて、こんなことやってますよ、こんな活動してますよっていうね、はい、そうです、まあ、僕らもちょっとずっと楽しみにしてたんでね、こういう機会ができることが、うんうん、確かにそうですね、ちょっとね、これから10分後に始まりますけれども、はい、はい、やっぱサロンの方たちもテンション上がって1時間前にいる人たちもそうですね、いたよね、はい、うん、平さんレベルの前乗り具合でしたね。だから前乗り対決になってきてるんだ誰が一番前乗りするか前乗りするかみたいなことになってるかもしれないんですけど、でもう2時間たっぷり先生のこう武術の話とかいろいろ聞けたりとか、あとプレゼントも用意してますし、そうですね、いろいろね、はい、はい、だからこれからね、ちょっと神戸がポイントポイント動画撮ってくれると思いますが、はいはいはい、ぜひじゃあ、はい、見ていただいてね、はいはいはい、どんなことをやってるのかぜひ見てください、はいはい、よろしくお願いします、はい、本当というか、はい、なんか先生に何か聞きたいことを、何歳からこんなにやってるんですかとかってあったりするかなと思って、なんとなく、なんとなく、ああ早い早い、いらっしゃいます。ちょっと僕が行きましょうか一番早かったかな、そうね、はい、はい、どうも、あの土見門蓮と申します。おお、みんなさん、おおこれが家族ですよ、わかるよってなるのは、はい、東郷先生と平さんに質問ですね。東郷先生は前、あのはっきり言って館林の時生徒いなかった時もあったでしょ。あったあった、その時のその鼓舞の仕方というか、うわ今日はええかなとか、明日僕もそうなんですけども、ジム今日休もうかなとかあるじゃないですか。どうやって鼓舞してテンション上げていってたんでしょうか。あの難しいっすね、難しいっすね、うわ難しいどうしたらいいんですかね。すいません、難しいと思うんですよそれやっぱりテトン先生自身も、はい、あの続けることがやっぱり一番難しいっていうふうに言われてたところもあるんですけど、家でね、もうちょっとサボりたいとかね、家でゆっくりしてっていうのも難しいけど、続けることが一番難しい。そうですね、はい、それをだから頭にあればちょっと気持ちが楽になるのかもしれないですしね、うん、先生たちもそうなんだっていう感じで、はい、なんかもうちょっと肩の荷を下ろして、はい、やんなきゃいけないっていうよりは、うんうん、やっぱやりたい時にやる方がいいと思うので。そうですね、それで今後あのコロナが明けたからそのあの稽古会とかも定期的にあったりするので、例えばまたみんなで集まった時に、あ俺ここまでできるようになったわ、うん、ただ次またね3ヶ月後集まる時とかに、あまたここまでちょっと成長して先生にそれを見せようとか、そういうねモチベーションで一緒に頑張りましょう。おっまとめ上げた、まとめたすいません、念入りしてくださ、他質問ある方いらっしゃいますか。この間、ラシード成長したなっていう投稿させていただいた。あ、ラシード誰も知らないですよ映画のね、パキスタン人役やってる時の名前がラシードなんですけど、はい、北海道の沼田町から来ました。北海道沼田と申します。沼田町から来て、はい、手相占い師をやっております。で、後で見てもらおう。ぜひお願いします。皆さん見させてください。本当に、はい、ちょっと面白いかもね、はい、それで一本動画撮っていいですか。マジっすか。一本撮れる。ちょっと撮らせてください。あとでじゃあ、はい、ワインにしちゃう。面白そう。おい、垢抜けたな。はい、垢抜けたな。なんかオフ会の時に僕のパートナーとしてずっと組んでたんでね、2時間ぐらいずっと2人でトレーニングしてたんですよ。若いから休憩しないんですよ休憩時間も。
っていうので友達で大学行ってるんだけど、友達の自主映画の撮影で今ちょっと髪をかしてる。何、神戸さんにも質問の後でいろいろ質問とかもしたいんですけど、編集のことで質問とかも多分興味あるの宮本くんだけよ。あのやっちさんの動画の時にまだ先生がチャンネル出す前にその触れる出稽古だったりとかで教えてる時に何箇所か秘密の場所があったじゃないですか。あった、公開されてない。あ、まだ多分今このバレーってのは難しいと思うんですけど、いつか機会があればあそこで何を一本で出したのか、 あそこの技術ってすっごいずっと気になって何だっけ、考えたり推測しながらこれこういうことなのかなとか、でも正しくない、間違って解釈してそれを信じちゃうよくないと思って。教えたいですね、じゃあいつかのメンバーだけにはね、そういう機会があればなっていうのとか。あ、もう素晴らしいですね。ここをしっかり締めます。そうで、前手は構えて、そうですね、はい、OK です。もうめちゃくちゃいいフォーム、すごい、みんなに見られてる。バッチリ。今の今の決まりで、まあ、ちょっとね、あの我々ね、今日も来ていただいたっていうことで、まあ、プレゼントみたいなの一つあの用意してるんですけれども、それでもなく、あの、まあ、僕と神戸とかで考えたらやっぱ皆さんが一番嬉しいプレゼントって何だかかなっていうので、まあ何人かに限るんですけれども、あの先生のあのシャベルフックなりその食らっていただいて、いつも俺と平さんはこんな思いをしてるよっていうのを共感してほしいなと思いまして、共有したいなと思いまして、でも女性もね来てくれてるんで、女性にもなんかしてあげたいんですけど、同じでいいでしょ、壁ドンとかにしますか。なんでやろ。女性でも一回しゃべるのければ大丈夫か。どうしてこう、誰、どうやって選ぼう、くら、くらいたい言うてからは、くらったことないもん。もやばいだろ、みんな。やばいだろ、なんだよ、ですよ、やばいだろ、他とこ 95% ぐらい、おかしいでしょ。ぐらいやん、早いし、また早いし。全員行くの、全員、はい、それでもサイドフック、しゃべる、全員でしょ、全員。手挙げた人全員、手挙げた人全員。物資の配給みたいになりますけど、すいません、パンパン時間ないのでやっちゃいますけど、いいですか。どういう状況ですか、これは。はい、サイドキックの人は僕サイドキックでって言ってもらえれば。ちゃんと聞いちゃった。はい、こっち来てもらって。いや、でも聞いた方がやっぱ嬉しいです。そうですね。あ、しゃべるフック行列って何なんですか。いきますよ。はい、ちょっと手が、はい、いきますよ、はい、せーの。おお。大丈夫ですか。怖い。どういう光景なんですか。はい、最高最高って。おっ。もうやだ、もうサイドキックもいいですよ。いきますよ、はい、うおこうして、俺ら DMM できんなるじゃないですか、これ。お客さん呼んでできんですよね、はい、できんだよ、残ってるっていう。いきますよ、あ、ちょっと、いいです。いいです。マイミット、あ、いいよ、はい、サイドもらっていいですか。サイドキックもらっていいですか。え、ちょっと、あの、いい、いい、喋るで、ごめんね、あ、オッケー、ごめんね、ごめんね、これスキル編集知りたいんか。うわぁ。ありがとうございました。ありがとうございました。気配余計まだありますね。だから気配余計とかを、あ、やりましょうか。それもせっかくなんで、ここまで来たらやろうやろう、本気でチャレンジしていただいて、一回じゃパンチ打ってもらっていいですか。もう全力で、はい、うん、もっともっと早く、ストレートリード、ストレートリードです、はい、じゃあいいですか、はい、はい、先生見てないね、もう見てないっすね。うわ、早いね。はい、構えがもうちゃんとしてますね、うん、いやでも早いですね、パンチ素晴らしい、素晴らしい。
これが石井智也。また出た。本物だ。本物だ。本物の。いやでも皆さん本当にあのフォームも綺麗だし、早かったっすね。素晴らしいです。来ていただいてありがとうございました。ね、皆さんが日々、はい、稽古を頑張ってるんだろうなって思いつつ、僕自身も日々トレーニングに励んでいるので、お互いこう頑張っていけたらいいなというふうに思います。でこれからもっともっとジークンドーの技術的な部分を皆さんの方に公開していきたいと思いますので、ぜひ末永く続けていただければというふうに思います。で皆さんの人生にとってすごいプラスになるような、そんなサロンになればいいなと僕自身も思うので、これからもよろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。待ち受けにできる。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。カンプさんの声ってめっちゃいい。カメちゃんの声いいですよね。違和感ある。いいんですよ。何お腹腹筋鍛えてたつもりなんですけど、うん、もう先生の喋る風景を食らって、もうこんな何発も受けられないっていう。いやもうちょっと軽く自信なくした感じ。平さんの偉大さ分かりました。偉大さ分かりました。平さん偉大でしょ。本当偉大です。よくあれ受けられない。やばいでしょ。やばいです。さすがです。もう感情も全部なくなっちゃいました。感情なくなっちゃった。はい、みきおさんがずっと話し込んでます。はい、ということで、はい、はい、終わりましたけれども、マイクいらない、もういらないですか。いらない、ごめんなさい、はい、大丈夫ですか。いや、楽しかったですね。あ、楽しかったっすね。そうですね、あっという間に時間がめちゃくちゃ盛り上がったし、うん、うん、だからいつもコメントしてくれる人とか、あーとか、あなたね、あなたねとかで、あなただったのねっていう。そうだ、初見じゃない感じやからめっちゃ普通に入りやすくて、ただね、全国から本当に来ていただいて、遠いところからしか怖かったんじゃないですか。都内の人いなかったんじゃないか。すごかったですね。京都、愛知、静岡、北海道、広島、うん、福島とか、もうすごかった。全国から来ていただいて、そんなご足労かけてにもかかわらず並ばせて全員の腹殴ってましたからね。どんな狂った殴ってたじゃないんだよ。殴ってくれって言ったから。良くないプレゼンですよ、サロンとして先生。そう、はい、マイナスだ。マイナスプレゼンですよ、 YouTube で。これで来週とかあの会員さんが激減するかもしれない。責任は取ってもらえ、それは申し訳ない。悩んでる人もよう入らんとこってなる。やばい、はい、いやでもね、みんなでワイワイして、はい、初イベントでしたけど、そうですね、はい、よかったと思いますよ。よかった、うん、先生どうでした。楽しかった。楽しかったです、はい、僕らも楽しかったし、はい、来ていただいた人にもすごい楽しんでいただけたと思います。うん、うん、いや、よかったよかった。また引き続き、はい、こういうことを、ね、うん、イベント計画して、うん、やっていきますので、やっていきましょう。またこういう感じで、我々は、はい、みんなで楽しんでるので、ぜひみんな仲間になってくれよな。なんなん俺は。なんすよ打って、このパンチを引くときに次の動作につなげていくということが全部、うん、はい。